友地区の町づくりについてお伺いします。先日来県の今後の取り組み方針などが示されていますが、西側の江ノ浦立場間で計画する管理付きの護岸について賛否の意見もあるようです。どう意見を集約するかという点と、この件に関してその海岸線の形状が変わることにもつながり、埋め立て環境の計画を撤回した県の方針と矛盾している、食い違うという意見もあるようですが、この点をどう受け止めていらっしゃいますか。まず矛盾するかどうかというと全く矛盾してないというふうに思ってまして、このトムの住民協議会の中で、議論したことでも、必要な防災対策というのは取る必要があると。で、最低限の、最低限というかですね、最低限ですよね、最低限というか、最低限必要なこと以上のこともやらないわけですけども、必要な防災対策というのはこれは進めなければいけないと。で、そのやり方についてはですね、今回、我々としての案を提示させていただいたところでありまして、地元の住民の皆様、これまたこの皆様から、住民の皆様からいろんな意見が、地元とは何かというようなことも含めてですね、いろんな意見が出てますけれども、いずれにしてもですね、広い意味での友に住んでおられるいろんな住民の皆様のご意見をお伺いしながらですね、それを踏まえて、最終案を作っていくということになろうかというふうに思っています。日曜日の会合、12月の会合もそうだったんですけども、3メートルの管理度を5メートルにしてほしいという意見だったり、一般車両をやはり通してほしいという予防もあるんですが、その点について可否も含めてどうなんでしょうか。そこはいろんなご意見がすでに出てきてますので、そういったご意見をですね、伺って、そのできるだけやはり皆様のその要望がどういう形で満たされることができるのかということを考えながらですね、組み立てていくということだと思います。ちなみに今ご提案しているその護岸ですけれども、できるだけというか、砂浜はそのまま保存するというかですね、砂浜は当然、この保全をするわけですし、砂浜にアクセスもできるような形のことを考えてますので、そういったことも含めてできるだけ現状は変更がないように、ただそうやってもこの波ですね、これ高潮あるいは津波を含めて、物理的な力が寄せてくるわけでありますので、そこから生命財産を保護できるというものは作る必要があるというふうに考えています。今回一連の説明で県が示しているトンネル案については触れていないんですけども、このトンネル案の現在の位置づけといいますか、新年度予算でもこのあたり計上していくのかどうかというところ。そうですね、トンネル案も当然、この検討を進めていく必要があると思いますけれども、やはりまだ十分に住民の皆様にご説明ができていないという状況でありますので、まず今この早期に進めていかなければいけない、こういった防災対策であるとか、あるいはこのできる範囲でのその渋滞解消策であるとか、駐車場の整備だとか、そういったことを提案させていただいているわけでありまして、それを進めながらですね、できるだけ早い段階でまたトンネル案を含めてですね、住民の皆様にもご説明をしながら進めていくということにしたいと思っています。そういう意味では位置づけとしては一旦切り離すというか、棚上げというか、そのような位置づけだったでしょうか。いやいや、別に棚上げというわけではなくてですね、今その早期に着手をしなければいけないものに集中をして、やっていると。別に棚上げて後にしますとかって言ってるわけでは
ありませんけれども、まず説明会を含めてですね、県の全体の考え方を改めてやっぱりご説明をさせていただくと、でそれで一歩一歩進めていくということが必要であるというふうに考えています。山陽新聞の山本です。ちょっと関連で確認をさせていただきたいんですが、護岸整備がですね、埋め立て掛けを計画した県の方針と全く矛盾しないという説明があったんですが、先ほど砂浜を保存するということで、できるだけ現状の変更がないようにということで、現状の変更が若干はあるけれども、いわゆるその不可逆的な景観の改変にはつながらないという意味で矛盾しないという認識でよろしいでしょうか。いや、そうですね、そうですし、そもそも防災対策についてはですね、必要なものは進めていく必要があるということも含めてですね、矛盾はないというふうに考えています。次を最後の質問にしたいと思いますが、質問の話はありますか。朝日新聞社の清水です。よろしくお願いします。お答えいただけるかどうかちょっと分かりませんけれども、先週末広島市長選、県の連県と今非常に仲の良いですね、広島市の市長選で大きな動きが立て続けてありました。まず、松井さんの正式表明まだなんで、地元 の人気球団サンフレッチェ広島の小谷薫社長を、政治を変えたいということで、サッカースタジオの建設あるいは防災を含めて街づくりにチャレンジしたいということで正式に我々の取材に対して意向を表明されました。という、球団人気球団の社長が出ることについての受け止めを聞かせていただければ幸いなんですけれども、まず驚きましたということと、やや困惑をしているということとですね、それから、一つその社長を継続をしてですね立候補されるということについては、ちょっとどうなのかなというふうには思います。サンフレッチェっていうこの、それこそこの政治的な立場を超えて、みんなが応援しようという、チームというか、地域のみんながですね一致して応援していこうよっていう、そういうところだと思うので、なんとなくこのそれをこう少し崩すような形にならないかということで、いかがかなというふうに思います。それでは再開、志田の接遇研修です。その小屋の社長のマイク、結果的にそのサッカースタジアムっていうのがある種注目を集めることになるんですけれども、その今回の出馬自体とですね、そのサッカースタジアム、今先日4者会談があったばかりですけれども、その辺への影響っていうのはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。これは我々サッカー協会、それから経済界、県と市と事務的にですね、これまでいただいた報告書をベースに、検討を進めていくということにしておりますので、そこは変更はないと思っています。よろしいでしょうか。これで知事定例会見終わります。次回の予定は未定です。どうもありがとうございました。